しばらくすると、ライアンのセリフとともに、上の王者の縁談へのワープが出現するぞ。上に上がれるのは8人まで。時間内にライアンを削れないとほぼワイプとなるので、この8人は責任重大だぞ。短期決戦なので、バフを温存し、ゲージを貯めて、最大限 DPS を叩き出せるように準備しておくこと。構成も、T1H1D6 がベストだと思う。風烈飛翔流。外周にダメージゾーンを展開するだけ。上級烈風波。ボス足元範囲プラス全体ノックバック。後出たの技と同時に使ってくるので、このノックバックがクセモノだ。チレイナク。初回のチレイナクは AOE タイプ。ステージに出現する重みエフェクトが爆発するので、爆発したらすぐに飛び込むこと。ああ食らってるじゃねえか。のんびりと爆発エフェクト見てたからですね。重みエフェクトが消えたら、さっさと内側に入るべきだった。即死じゃないのは優しさだな。はい。次、ステージの片方にワープして帰国決散々。前方180度投げ払いだね。後ろに回る。はい、オーケー。あまり猶予はないので、急いで後ろに駆け込むこと。次、チレイナク2回目。これ、技の名前はさっきと同じだけど、効果は違っているぞ。今回は4箇所からのエクサフレア、同時にさっきのノックバック技も使ってくる。エクサに当たらない位置で、ノックバック無効を使うのが良さそう。食らってるじゃねえか。これは皆さんに悪い例をお見せするためにやっているものだと言えます。そしてエクサの軌道はこんな感じ。中央かマーカーの間がアンチだが、どちらもノックバックされると危ない。このアンチに入ってノックバック無効するのが良さそうだね。導火線みたいなエフェクトは特に気にしないで OK。では続きを見ていこう。エクサの次はタンク強攻撃。タゲってないから見えてないけど、ソーマじゃ王山って栄称してるな。タンクがしっかりバフ受けすること。さて、そろそろライアンの HP が 50% まで削れるね。ここまで削れば、上段でのライアン戦は成功だ。いえいえ、勝者の凱旋だ。では、せっかくなので、時間切れまでの全ての技を見ていこう。ゲー、マリサ。さっきのタンク強攻撃の次、3回目のチレイナクだ。エクサは同じだけど、ノックバックが視線に変わってるね。アンチは同じなので、そこで後ろを向けば良さそう。ただし、直後にワープからの前方範囲が来る。ここもエクサ中に対処が必要なので、視線回避は中央のが良さそうだな。なるほど。そして、今回は全然削れてないな。ギミックわからなくて死にまくってるからねー。おっと、時間切れだ。あん、なんだなんだ、そんなもんか？え、早くない？つまらん連中は、お帰りくださいってな。信じて送り出してくれたみんな、すまない、すまない。中央ライアンが勝利し、魔獣たちの士気が高まった。なーに、ちんたらやってんだ？これでしまいたー、情けねえなー。あ、察し、